はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけでですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、ちょっと目がほんまにね、なんかいつもよりシュパーシュパーってしてね、痛いんですよ。だからちょっと目つきが悪くなってますけどね、すいません。このままね、進めていきます。今日はね、歯医者で病院に来てるんでございますけどもね、今ね治療やってるこの右上奥歯がもし終わったとしたら、次は、まあ、つい先日に突然にですよ、もう根腐れしたかのように、その植木のようにですね、まあポロッとね、左下奥歯がね、折れてしまったので、そこの治療が始まると思います。でもね、今日でこの右上奥歯が終わる気がしないので、次回もきっとね、ここのね、右上奥歯の続きだと思うんです。で、ほんでね、今日はこの仮の蓋をね、右上奥歯の仮の蓋を削ってもらって、本物の蓋をしてくれる予定なんですけどもね、実はね、この上のね、右上奥歯のね、後ろにあるね、親知らずも少しだけね、虫歯になってて、そこの部分をね、削ってるんで、その奥歯と親知らずを両方ともね、修復できるような、蓋をしてもらえると思います。しかしね、こう日本だってね、こう蓋をねしてもらったらね、いいのはね、すぐ簡単でいいと思うんですけども、この前下の歯にね、詰めた時のようにね、例えば多分ね、銀歯になると思うんですよ、上の歯の詰め物も。なのでね、まだピンク色のね、柔らかいやつをね、ガブって噛んでね、型取りをすると思いますのでね、結局今日もその型取りをした後に消毒液を入れられて仮の蓋をされると思うんですわ。だからまあ今回はね、早く終わるはずなのでね、まあ前回までのようにね、1時間もね、口をガーってこう開けっぱなしにね、しなくてもいいとね、予想はしてます。もしそうなのであればですね、前回のようにですね、1時間もね、時間を使えるのであればですよ、まあ、僕に1時間をね、それで使ってもね、多分余ると思うんで、その余った時間をこう計算してね、左奥歯もね、修正してほしいもんです。そうなんですよ、修正なんですよね。で、なんで修正かと言いますとですね、この左下の奥歯はね、今このね、右上奥歯に取り掛かる前に、治療をしてた箇所でして、一度終わってるんですよ。しかしね、その終わってはずの歯が新しく折れたので、この短いスパンですよ、治ってたはずのね、この虫歯がね、治ってなかったと思うとね、すごい悔しいです。で、まあこの下の歯なんですけどもね、外側からね、虫歯になってたんで、歯があったら、この歯のね、外側、こう内側としては外側からね、虫歯になってたんで、外側からこうね、ドリルでガーってこう削られていって、この内側がね、残ってたんですけど、そこがね、壁になって、ちょうどね、この L 字のような形で、ね、残ってたんですよ。ここから下は歯茎でね、この歯茎の中にはまだ歯があるんですよ。でもだから、この L 字のような感じでね、歯が残ってたような気がするんです。で、その残った壁にですね、くっつけるように本物のね、詰め物をね、したので、まあ、僕としてはね、ここは治療が済んだとね、思ってたんですよ。しかしですね、この度このL 字の状態に残ってたところが、ここがね、この歯茎からね、出始めてる、このほんまにちょうど境目からですよ、この隠れてた、この境目のところから、ほんまに根腐れの植木のようにですね、こう、ポロッとね、折れてしまったんです。もう先生からもね、虫歯になってますねって言われる始末ですわ。でも僕からしたらね、いやいや、虫歯になってますって言われてもですよ、ここの虫歯っていうのは、綺麗に削ってくれてから詰めたわけでしょ。そちら側が削ってくれたのですね、こんなに短い時間でね、同じ場所の歯が虫歯に侵されて折れることなんか考えられんやろがって言ってませんけど、まあ今回やってくれる先生がね、やってくれたとこじゃないのでね、まあ今回の先生に言ってもしゃあないので、まあ、よう言いませんけどもね、ほんまにね。でももっとね、柔らかく伝えてみようと思ってますけども、まあ、ここでね、まあ、僕の心のね、まあ、外側からね、こう締め付けて形をこう維持してくれてる何かがこうなくなってしまってね、もうそれまでの秩序が一気に失われたんですよ。もうその瞬間にね、もう不満が大爆発してね、完全にね、もう僕は要注意人物としてね、モンスタークランケーとのね、称号をね、与えられる羽目になりますのでね、もうね、ひょっとしたらね、出来になるかもしれませんけどもね、まあそんなことにならないようにはね、ちゃんと気をつけていきますけどもね。でもよう考
えたらね、これってね、俺のせいってこう思うようになってきたんですよね。それはね、この歯磨きに関してね、至らないところが多々あるんでしょうけども、それやしも骨髄移植とね、免疫抑制剤の両方のこの副作用でですね、口腔粘膜障害と、あと口の乾燥とね、唾液の分泌不足と骨粗鬆症のようにね、歯をもろくしてしまうのはね、まあ、僕が白血病になったからでしょうけど、でもね、去年のね、遡ること10月19日にですね、この左下の虫歯の治療が終わってて、あれからまあ4ヶ月弱でですね、その間に5回もね、歯医者に来ててですよ。で、先生に口の中を見せているのにもかかわらずですね、虫歯が進行していたことをね、把握してくれなかったんでしょうかね、と思うんです。これってわがままですかね。しかしね、まあ、ここっていうのはですね、痛みもなくね、何の前触れもなくね、ポロッと折れたんですわ。しかもね、ピザを食べた時にですよ、ピザね。ピザって柔らかいですしね、まあ、最初はね、その前歯でこう噛んで、その後はね、噛み続けて、まあ、唇と歯とね、舌、ベロとですね、この絶妙なこの動きのバランスでね、ピザがね、喉の奥に到達する前にですね、ガチンってね、音がした途端にですね、ピザとは思えない歯応えを覚えたらね、もうそこからね、ほんま違和感しかないわけですよ。でもまあ一度ちゃんとね、治療をして綺麗になった歯やのにね、もう不思議で仕方ないんです。でもこれまではね、まあ治療をした箇所のね、詰め物がね、取れたことはね、あってもっていうか、まああったらおかしい話なんですけどもね、まあ自分の歯が改めて虫歯で侵された位置からね、折れるってね、今までなかったんで、ほんまによう考えたらね、不思議でちゃわないんですわ。っていうか、まあ、よう考えたら、まだここで喋ってるだけでね、まだ今日の配信は始まっていませんからね。もう始まる前からまだ何も起こってないのにね、ようこんなに喋ってますわと思います、自分でも。まあそんな感じでね、そろそろ時間なのでね、行ってまいります。で、今日の様相はね、まあ最初にお話しした通りですね、ピンク色の柔らかいやつを噛んで型取りをすると思います。まあこの結果はね、またね、明日お話しします。ではそろそろ時間なので、ね、行ってまいりますので、今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。